皆さんこんにちは。海中です。よろしくお願いします。本日2回目でございます。ラストステージになりました。今日はですね、海中インストアということで、まあ、新しい CD が出たわけでもないんですけれども、ゴールデンウィークということでね、皆さんにこう音楽というものでプレゼントができたらいいなっていう気持ちもありつつも、実は6月5日に仙台で、ちょっと大きめなワンマンライブをすることが決まりました。ありがとうございます。ありがとうございます。6月5日日曜日、仙台でカフェモーツァルトアトリエさんという高等裁判所が、の裏側の方にあるカフェでございます。カフェでございます。広瀬川流れる岸辺、まあ広瀬川が流れてるところでございます。はい、歌う必要あんの？いや、ないんですけど、分かってるよね、みんなね。広瀬川って聞いたら、広瀬川かって分かってるかもしれないんで、ですけども、一応場所をインプットするために広瀬川の方のカフェモーツァルトアトリエさんです。はい、フォーラスの隣にあるモーツァルトじゃないよっていうことを、ね、間違える人いるかもしれない。いろいろあるんですよ。そう、フィガロとか、美術館の中にもモーツァルト系列のフィガロっていうお店もあったりするんですけど、違うんですよ。広瀬川流れる岸辺。ありがとうございます。ありがとうございます。そんなに盛り上がるの？ありがとうございます。なんか私の一節でなんかみんなのテンションが上がれば、それで今日は成功かなと思うんですが、そのチケット残りわずかです。今日ぜひ皆さん購入していってくれると嬉しいな。今広瀬川のイントロ流れたけれども、では台中の、全く関係ないんですけど、台中のオリジナルをお届けしたいと思います。10年後のタイムカプセル。
」という曲をお届けしました。CD も各種今日は持ってきています。一番新しいのが「命の時間」という12曲入ったやつ2000円、そして、マキシシングル「思い出日記」3曲入りのが1000円。はい、ありがとうございます。後ろで手を挙げていただいてありがとうございます。そして、一番古いアルバム「ムージック」12曲入り2000円というアルバムが入っています。ありがとうございます。ではちょっとね、今歌ったのが新しいアルバムに入っている「命の時間」の中に収録されている、10年後のタイムカプセル、ちょっと自殺をしてしまった友達がいて、その子がすごい夢を応援してくれて、それで、その子のことを思って書いた曲だったんですが、次お届けするのはちょっと楽しい曲、皆さん手拍子が必要です。ファーストのアルバムからお届けしたいと思います。夢見た背中。Thank you.
車で仙台に行くことの方が9割ぐらい多いんですが、阿武隈急行線という電車に乗って月の木駅で乗り換えて仙台まで行くので、だいたい1時間ぐらい電車に乗ってることが多いんですけども、その中でちょっと妄想で電車の中であまりにも暇すぎて、男女の恋愛を描いたそんな妄想ソング、実体験じゃなくて妄想なの、妄想なんですよこれそんなちょっとね、爽やかな、まあ、阿武隈急行線乗りながら考えた曲、夢見た背中という曲をお届けしました。なんかねちょっと最初のステージで歌っちゃったんですけど、ここにこのガブリ君っていうね、まあ、さっきいた人は分かるとは思うんですけれども、そう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 、今日ね出張ガブリ君なんですよ、 この子ね。せっかくなんでね、この温まった空気のまま楽しい曲をやりたいと思います。でちょっと振りをやります。一緒にやってみてね、ぜひ簡単だから。じゃあやってみるよ。ワン、ツー、サン、ハイ。ガブガブガブ噛みついて元気分けてあげる。いつだってパパ味方だよ。パパキラキラ笑顔好き。ちょっとやってたね、ありがとう楽しい曲だからぜひみんなで一緒にやってみて。ガブガブガブリくんっていう曲です。5月5日もうちょっとですね、あと4日後に角田宇宙湖祭りというダイヤの公園、ロケットがあるところのちょっと野外音楽堂みたいなステージがあります。そこで、私たちガブリくんのステージで隊長たちが司会と歌もやるんですが、11時40分からだいたい約50分ぐらいのステージです。なんと豪華景品ビンゴ大会が、ビンゴ大会がありますので、結構な景品が当たるらしいです。はい、なんか500人ぐらい集まるんだってそのイベントで。でなんとね、素敵な、それ以外でも外れた人もなんともらえるという、なんと素晴らしいイベントなので、子供の日ですので皆さんぜひいらしてね、はい、ということで、ではみんなもう振り分かってるみたいなんで、せっかくなんでね、今日ガブリ君出張パペットも持ってきましたので、じゃあみんなでやってみましょう。ガブガブガブリ君よし、ありがとう。わっしょいわっしょい。ワン、ツー、スリー、フォー。アイ、お空の下ふわふわ。
届けしました。いやいや、あ、暑いな、ガブリ君。よいしょ。明るい曲もお届けしたところで、ちょっとまたしっとりとした曲をお届けしたいなと思います。タイチューたちはですね、いろんな曲調の曲があるんですけれども、なんて言うんですかね、まあなんか今みたいなコミカルな曲からバラードから、なんだろう、いろんなジャンルがあるんだよね、うん、特に、まあ、タイチューの中でちょっとねおしゃれな曲もありまして、ちょっとそのおしゃれな曲をお届けしたいなと思います。手紙という曲をお届けしたいと思います。上に置いたあなた。
手紙という曲をお届けしました。ありがとうございます。次でラストになりますが、早いもので時間はあっという間に過ぎるんですけれども、台中ワンマンの6月5日のチラシ、そして他にもランチライブが5月に 2本も決まってます。5月14日仙台の、ですね、エレクトロンホール宮に常禅寺通りがあって、まあ、大きい元県民会館ですね、そこの真向かい、道路挟んで真向かいにある創作ダイニング料理スタートというお店で、まあ、ちょっとライブとランチコース付きで4000円なんですけど、台中たち結構たっぷり歌って、しかもなんとその日に新曲も披露します。そしてですね、私が手作りで作ったカップがその日だけ500円で販売されるという貴重な、4000円なんですけれども、コース料理本当にイタリアンコースのランチコースがバーってついて、それにライブ込みで、正味11時オープンから、まあ、2時ぐらいまでの感じですね、はい、結構ゆっくりできると思うので、もしよかったら青葉祭りもありますし、よろしかったらどうでしょうかと。あとは白石市で、初めて白石でもライブが決まりました、新幹線のところですね、白石蔵王駅からまあ車で2分ぐらいのところにありますかね、徒歩だと15分ぐらいかかるかな、なんですけども、そこのハンアリという韓国料理屋さん、チラシ置いてあるので、そこで5月22日にランチライブをします。ミュージックチャージが1500円で、あとはフードとドリンクを頼んでねというシステムなんですけれども、その韓国料理も韓国の方が作ってるのですごく美味しくって、当日はビビンバか冷麺のセットどっちか選べるという形なので、5月20日締め切りです。そちらはそして5月14日の締め切りが5月12日までなので、メールでも何でもいいので連絡いただければと思います。今日行きますよっていう方は今日言っていただければメモっておきますのでよろしくお願いいたします。6月5日のチケットも残りわずかになりました。ワンマンライブまだここでは言えないんですけど、絶対に6月5日来た方がいいよっていうことしか言えませんだよね。結構な発表をもう少ししたらすると思いますけど、結構な発表がありますね。その時に果たしてチケットが残ってるかどうかわかりません。わかりません。6月5日よろしくお願いします。サポートメンバーを迎えての、ライブになります。そうですね、阿武九で丸森とか角田とかこっちに住んでる人、私と同じ同郷の方は、阿武隈急行線の最終には絶対乗れます。頑張れば最終前、いやだいぶ頑張ればかなって感じですけど、はい、必ず阿武九でも帰れる時間に設定してありますので、日曜日です。次の日学校だったり仕事だったりあるとは思うんですが、絶対来た方がいいよっていうことしか言えないのでよろしくお願いします。では最後にお届けする曲、思い出日記を歌います。本当に今日はありがとうございました。ありがとう、ありがとう、ここに生まれてこれてよかったと心から思えるの。ありがとう、ありがとう、ここにいれることが何より最高と
あと物販もあります。よろしかったらチラシだけでも持ってってください。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。